ルカ上空10,000メートル。ここから私と彼の、いや、探偵と助手の目もくらむような冒険探は始まる。私はシエスタという一人の美しくて強い女性に憧れてたんだ。よろしくお願いしますね、プロデューサー。いつだって褒めてもらえるような自分でいたいんです。あの子の夢を見たの。あなたの罪は私が一緒に背負う。一生をかけて償っていく。俺たちは意外と諦めが悪いんだ。これは俺の物語だ。忘れない、奪わせない、迷わない、負けない。だって私はハッピーエンドの物語が好きだから。これは名探偵の意志を超えるまでの新たな旅路。探偵はもう死んでいる。だけどその意志は決して死なない。だからエピローグにはまだ早い。